脱皮するの？妖怪なら脱皮するのもいるかもしれない。でもこの身ね、妖怪じゃないから脱皮しないんな。そりゃ脱皮なんてしないよ。妖怪ではあるけど。え、あれ言ってなかったっけ、私妖怪だよ。なんだ、初耳ですが。みんな知ってると思ってたけど。本当に妖怪なの？もしそうなら証拠見せてほしい。証拠？じゃあ私の指見ててね。わかったん、見てるん。はい、よーく見てて。この指がね、ほら取れちゃった。この身ねーの親指取れちゃった。病院、お医者さんを呼んでください。思い出した、うち共伴走行持ってる。これでオペをします。ありがとう。でももう大丈夫だよ。何言ってるん、大丈夫で済んだらお医者さんはいらない。ほら、ね、妖怪だからすぐ治っちゃった。まさか本当に、本当にこのミネは妖怪医者いらずだったん？ああ、バレちゃったか。すごいすごい、うち初めて妖怪見たの。本当にいたのんな。面白い。うちもサンタさんみたいな妖怪になれますか？レンゲちゃんの妖怪の範疇結構広いね。でも妖怪になるのは難しいよ。国家試験があるから勉強ができないと。勉強すればなれる？このミネ、勉強教えてほしい。うち頑張る。